住宅のすきヤ風と好ますき屋作りとは、日本の建築様式の一つである。すきや風を取り入れた住宅の様式とされる。語源の、すきとは、和歌や茶の湯、池花など風流を好むことであり、すきヤは、好みに任せて作った家といった意味で茶室を意味する。すきヤ大工が作る木造軸組工法の家屋。スキヤと呼ばれる茶室が出現したのは、安土桃山時代であり、 元は小規模な茶座敷を、スキヤと呼んだ。当時は床の間、棚、不書院を備え、座敷を称号する書院作りが確立され、身分の序列や格式を維持する役割も持つような時代であったが、茶人たちは、格式抜体衣装や豪華な装飾を嫌った。そこで好まれたのが、軽妙者脱なスキヤだったのである。当時は、 庶民の住宅に使われる粗末な材料や技術をこだわりなく採用して、すき家が成立したが、現在では特別に高価で高度な技術を要する高級建築の代名詞になっている。江戸時代以降は茶室から住宅などへとその幅を広げていった。現在では、料亭や住宅でもすき家建築に習ったものが作られる。なお、建築史では書院作りの系統であり、 独自の様式ではないとして、スキア風書院と呼ぶことが多い。スキア建築は、書院建築が重んじた、格式、様式を極力配しているのが特徴である。虚色を嫌い、内面を磨いて、客をもてなすという茶人たちの精神性を反映し、失踪ながらも洗練された衣装となっている。以下に、スキアに特徴的な要素を挙げる。俗に、 和風の邸宅で費用を惜しまずに建てた立派な建物のことを、すき家作り、すき家武神とも言う。谷崎潤一郎はすき家を好んだ。彼の自邸にも、すき家風が取り入れられ、陰影来んでは、すき家の美学が語られている。京都工芸繊維大学の名誉教授で、茶室やすき家建築の研究や建築家で知られる中村正夫は、京都のすき家作りについて、 軽スキア名帝重戦として、以下の邸宅を挙げている。野村壁運層、霞中安、清流亭、大達山荘、層、四君支援、高ウ院、小山荘、層、山品三層、佐川新道、ドバ亭。帝。角川玄義の元邸宅を、近代スキア作りの邸宅として、国の登録有形文化財となっている。ありがとうございます。